行きますか。準備が整ったので向かうとしましょう。さあここからが真のボス戦です。あ、ちょっと待って、引っかかってる。オッケー。入り口狭いからね、ちゃんとね、みんなで行かない、みんなで行っちゃダメ、一列にならダメなんだね、あれね。はい、だよこれ、すげえ 3D 立体映像ですよこれ。写真撮っとくか。すげえなー。行きますか。この先にねボス召喚するのがまたあるんですよ。これがまた後ろみんな来るのが待ってから行く感じだね。お、行った。召喚するために一人走ってたか。みんなで行こう、みんなで行こうぜ。はい、こちらです。こいつなんだよね。これオベじゃないんだよね、確かね。オベ、まあオベっちゃオベなのか。来るよ。あ、ユーティさん、バフお願いします。あ、ありがとう。じゃあ囲め。まだ早いか。来たよこれ、来たよ。ポリゴン、すげえポリゴン。ユーティさん、バフお願いします。はい、こいつがボスなんだね。正体はよくわかんない、よくわかんないが、とりあえず噛みまくれみんな。まあ僕は指示を出すような立場でもないんだが、とりあえずみんなで噛むぞ、噛みまくるぞ。こいつね、面白い機能を持っててね、いろんなのに変身するんだよね。まあ見ててもらったらわかるんですけど、ちょっと待って、右下のヘルスをね、うっかり忘れるとね、環境に殺されるんだね。危ねえ。さあ、亀。行くで。硬いな、しかし。お、バリア壊れた。イエーイ、痛ぇ。落とされる。そう、落とされるんですね、これね。非常解除を使ってくるから結構危険。非常解除レーザーとかもあるんだよこいつ、恐ろしいよね。さすが最終ボス。あ、これ食らうとね、非常解除されるんですよ。やめてー。乗らして。はい、乗ったー。こう非常解除されるとめっちゃ焦る。バラけろ。なんかカニみたいな雑魚キャラも出てきてさ、ディフェンスユニットって言うんだけど、まあメカだよね、メカ超 SF。 ふぅ、ビームも放ってくるしね。怖えこと。ほら、ちなみになんだけど、今回テックスでこうやって攻略に来ているんですが、テックチェストとかを着てね、空飛んでショットガンで倒すみたいなやり方もあるみたいです。一遍そういうのもやってみたいね。さあ、囲め。ガブレ。行くで。お、変形するか、男のロマン。変形機能を、あ、使ってる。ゴリラになった。ドローミングしてるわ。さあ、ゴリラを噛みに行きましょう。よいしょ。あ、いけ、板に当たった、岩に当たった、ポリゴンの岩に当たった。行くでー。しゃ、囲め。全員騎乗状態だからな、強いと。なかなか気持ち悪いなこれ、やっぱ。よし、倒したって言わないけど。変形解除した。あー、騎乗解除ビーム来るかこれ。そうだな。亀。記念撮影も忘れずに。バリが吹っ飛ばさねば。あー、解除された。乗せてください。乗せてもらいました。さあ、
出よう。混雑しまくってるから出してくれー。出れた。ユニットも解除しよう。ユニットも倒しとこう。オッケー。爆発するんだな、怖えな。よーし、これでヘルス半分ぐらいか。よっしゃ、いけー。このタイミング、あー解除された。これ怖いんだよな、ほんとほんと怖い。オッケー、また落とされた。やめてくれ、早く乗せてくれ。オッケー、さあ、オッケー。これサッカーボールみたいなのが落ちてんだよね。これ爆発するんか、よく分かってないけど多分爆発するんだろうな。違うか、召喚されてきてる。いいな、こいつら欲しいな。こいつら警備兵として庭に置いときたいな。よし、まあいいや、こいつらに構ってる余裕はないんだよ。ゴー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 。あはは、また解除された。全然乗れねえ。お前乗ってるんか。レックス取られた、レックス取られた。誰だ、私のレックス乗ったの誰だ。もう相手のレックス乗るしかねえ。まあね、ああやって非常解除されたら混戦だとね、レックス分かんなくなるんですよね。多分しょうがない。あ、いやいやいや、吹っ飛ばされた。動きねえ、そして動きねえ。勘弁してくれ、乗してくれ。オッケー、カメカメカメ。ふぅ、イレギュラーはいっぱい起こるからね。でもね、だいぶ削れてきてますね。言うてる間ですな。ゴー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 、壊れた。いけー、カメカメカメ。あ、これ変身するやつだな。あと雲でしょ、どこだ。どこや、いた。囲むしかねえ。囲め囲め。いけいけ。すげえ、気持ち悪い。気持ち悪い、このなんか集合体みたいな感じ。倒すしかねえ。ほら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 。いやでもさすがの DPS だな、一瞬で削られていく。オッケー。さあ、こっからや、こっからや。削るぞ削るぞ。あー、飛行ユニットめっちゃ来た。やめてくれや。いやー、テック洞窟はね、このお祭り騒ぎが楽しいんですよね。ほら、ガブガブすんぞ。いいね、順調だな。レックスは結構な島国だけど、よし、ここだここだここだ。あはははもはやどうしようもない。これはこれはどうしようもない。早く乗せてくれ。乗れる。オッケー。ゴーゴーゴー。もうちょいもうちょい、あいつの行動パターン予測しろ。この辺に来る。避ける、避けれない。避けるの難しいんですよね、あれ。もはや運だ、運でしか避けるの。あ、これなんだ。ちょっと今大丈夫かな、今大丈夫。そっち任した。
これこれですよ。ちょっとゆっくり見てる時間がね、ゆっくり見てる時間がね。最近多分これアップデートで追加されたエクスプローラーノートで、各ボスのエリアにああいうエクスプローラーノートがね追加されたんですよ。でそいつを全部集めると新ダウンロードコンテンツのスキンを手に入れることができるみたいなんですね。まだ僕は手に入れてない。しょうがない。あれだ、なんだこれ、岩か。またゴリラさん、もう終わりそうだけど。さあ、カブカブカブそう。いいね。スペシャルエクスプローラーノートって右下に出てますね、これ。来た来た。いい感じ、いい感じ。よーし、倒した。気づいたら倒してた。スペシャルエクスプローラーノートに気を取られてました。はい、というわけでお疲れ様でございます。やりましたね。こんだけ人数がいりゃまあなんとかなるということでしょう。エンディング、すげえ、なんかすげえ。わー、星だね。これ人工衛星かな、多分。めっちゃ周囲にあるね。あ、真っ白くなってきた。これは？きたー。2回目ですよ、全部入店してる。いやー、すげえ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。アルファ監視者っていうことでね、クリアしました。これによって、レベルの最大上限がプラス15になって、現状最高値であるレベル131まで上げることができるようになりました。素晴らしい。いやー、よかった。良い戦いだった。てなわけで本日のところはこの辺にて終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てね。バイバーイ。